知識青年、略して、チアオは、1950年代初めから文化、大革命終了までの中華人民共和国において、上山下護運動の一環として、あるいは自らの意志で、あるいは強制されて、都市部から農村部へと移り住んで働いた青年たちの故障。一般的に知識青年といえば、大学などで高等教育を受けているインテリの青年たちを指すことが多い。 しかし、文化大革命期の中国で知識青年と呼ばれたものの大部分は実際には初等教育ないし中等教育を受けただけであり、大学相当の高等教育を受けていたものはごく一部に過ぎなかった。中華人民共和国の建国後、都市部における失業問題を解決するため、都市部の青年たちを組織的に農村部へ、特に辺境の地方都市から、 新たな農場の建設のために青年たちを送り出す取り組みが1950年代初めから始まった。1953年には人民日報が高等小学校卒業生を組織して農業生産の労働に参加させようという社説を出した。1955年には毛沢東が 農村は広大な天地であり、そこでは大いにやりがいのあることができると述べ、この言葉は、上山下豪運動のスローガンとなった。1955年以降、中国共産主義青年団は、農業生産に取り組み、青年たちに農耕を奨励した。1962年以降は、上山下豪運動を全国的に展開すべきことが、提起され、1964年には、 中国共産党中央委員会がこれを領導する組織を設けた。1966年には文化大革命の影響の下で全国普通高等学校招き制入学講師が中止され多数の学生が大学への入学を認められず雇用の機会も得られない状態に陥った。1968年12月22日、人民日報は 私たちにも両手があるのだから、都市で暇つぶしをしているなという社説を出し、そこでは、知識青年は農村へ行き、貧しい仮想中層の農民から再教育を受ける、ことがぜひとも必要だという毛沢東の言葉が引用された。1969年には、多数の青年たちが加放された。全国的な取り組みとして、中等教育の学校の生徒たちは、組織的に、 農村部へ送り出された。1964年、河北省、マサハジム県の農場へやってきた、知識青年たち。1962年から1979年にかけて、少なくとも1600万人の青年たちが移動したと、されるが、一部には1800万人以上とする説もある。中には内モンゴル自治区のような辺境に送られたものも、相当の数に上ったが、 加放された青年たちは、都市からさほど離れていない、同じ省の中の農村部の県へ送られるのが、通例であった。上海市の公営兵の多くは、長江の川口部にある、数名島や、横砂島といった近傍の島々より遠くへ送られる、ことはなかった。これらの島々は、行政上は、上海市の範囲内である。1971年になると、 この運動に伴う様々な問題に光が当てられるようになり、また農村部から都市部へ帰還した青年たちに共産党が雇用を割り当てるようになった。こうして再び都市に帰ってきた青年たちの多くは個人的なコネを使って農村部を離れることができた。1971年の571皇帝企業のクーデター未遂事件に関わった者たちは、 この運動のすべてが偽装された懲罰労働、労働改造であると急断した。1976年には、毛沢東も過保運動の深刻な状況を悟り、問題の再検討を決めた。しかし、一方では、毎年100万人以上の青年たちが過法され、続けていた。厳しい生活に耐えられず、再教育の過程で死亡した学生たちも、数多くいた。 1976年の毛沢東の死去後も、過放された青年たちの多くは、農村部に泊まっていた。中には、農村で結婚した者たちもいた。1977年、高校が再開され、過放青年たちの大多数は都市への帰還を考えるようになった。1978年冬には、雲南省で青年たちがストライキや西岸に訴えて、 自分たちの球場に耳を傾けるよう政府に求め、共産党指導部にこの問題の緊急性を改めて認識させた。1980年3月8日、中国共産党中央委員会総書記だった雇用法は、下法の集結を提案した。同年10月1日、共産党は運動の実質的集結を決定し、青年たちに都市に残る家族のもとへ帰還することを許した。 加えて、出身地の都市へ帰還する既婚の過保青年は、未成年で未婚の子供を一人だけ連れ帰ることが認められた。1970年代後半には、小婚文学と称される、経験に基づく数多くの生々しい写実的描写を含む文学作品が発表され、文化大革命の代償が初めて世に知らされた。こうした作品群は、アオ文学。 知識青年文学とも呼ばれる。ありがとうございます。